東欧州、北マケドニアの農家で、顔が2つある、珍しい子牛が誕生しました。多頭症と呼ばれる、珍しい症状です。牛の健康状態に、問題はないそうです。この子牛は、頭蓋骨がつながっていて、耳は1組だが、目が2組、口が2つあります。農家のペトロフスキーさんは、早朝、子牛が生まれそうだという、声が聞こえた。生まれたのは、頭が2つある珍しい子牛だった。獣医に来てもらったところ、これは、ごく自然な現象だと、言われた。この子の体に、特に異常はないようだ。私は、この子が生きている限り、どんなことがあっても、守っていくつもりだ。そのためには、何でもするつもりだよ。と話しました。За балето, ние ковледуваме кравите работиме, даваше знаци мајка му за теле. И проверив јас како видов дека е необично теле со две гле. Му се јавив на доктора дојда, па го теле е природен. Во реде, нормално све функционира телето. И ние ќе го чуваме дури има живот. Ќе дури живеј, нека се живеј. Ние, шо е наша страна, ќе му направиме се.映像を見る限りですが、処分すると言わない、良い牧場主さん、そうなので、安心しました。何があっても守っていく、という牧場主さんの言葉は、素晴らしいです。健やかに、成長していくことを、祈っています。